皆さんこんにちは、ゆなです。今ですね、渋谷にいます。ごめん、そうだよね、そうだよね、うなずくしかできないもんね。はい、今日はあの友達の ありがとうございます。アイスティー、紙シロップを使いになります。とりあえず乾杯しようぜ。乾杯。ケピー、まあ、一時帰国中じゃないですか。私やっぱり買い物がたくさんしたいわけですよ。そうですよね。なので、あ、ありがとうございます。そう、すごい無印で1万円だと爆買いしてやろうと思います。1万円使い切るまで帰りませんみたいな、やろうと思います。おい、怖いなっていう感じな動画を今日は撮っていこうと思います。とりあえずですね、今の渋谷のあのこれココティっていうの、ココティチココチ知らない、カワチーみたいな、ココチーみたいな感じ。はい、カワチーのココチーに今来てまして、でとりあえずですね、友達のねアビちゃんとランチ食べてからちょっと買い物行ったりとかするので、とりあえずランチのとこから映してるっていう感じです。めっちゃ美味しそうなので早速ちょっと映して食べたいね。食べたい。うん、食べよう食べよう。お魚さんだよ。お魚さん。お魚さんかわいいね。うん、かわちいね。かわちい。パーもかわいしいね。パーもかわちい。パーもかわちい。パーもかわちいってどういうことか本当にわかんないけど。ここが白いじゃん。当たり前じゃん。色白さんじゃん。色白さんね。はい、メインが来ました。ちょっと昼からさ、こんなさ、知らなくてコースだったのか、アビが予約してくれて。ねえ、本当できる女かよ。そうなの？そうなの？そうなの？やばい。相場ね、そんなことないですよ。めっちゃ美味しいです、ここ。ココチですね。なるほどね。めちゃめちゃ美味しい、ここ。はい、そんな感じでご飯を食べ終わって、これからですね、アビちゃんと一緒に無地で買い物してこようと思います。で、今回ね、出てもらってるアビは何者かというと、実は私マネージャーを雇おうと思ってまして、そのもう第一候補です。Yes. 第一候補って他の候補いないんだけど、そう9割方、まあ、夏か秋ぐらいには私の今の YouTube のありがたいことにすごい伸びてるので、ちょっとこれマネージャー雇えそうだなって思って、で元から友達なんですけど、アビはあの LA で留学してたんだよね。そうでハワイで出会って、そう意味わかんないよね、それだけ聞くと。そうハワイのパーリーで出会って、で仲良くなって、ですごいバイブスが合うの、アビとは。だからアビはもうこれから多分、まあ、夏秋ぐらいにはちょっとマネージャーとして入ってもらいたいなと思って、ちょっと。そうなんで、ありがとうございます。本当にもう2つ返事だったもんね。やる早かったマジ。私本当にさ、なんかマネージャーずっと欲しくて、でいろんな人こう、まあ、見るって言ったらあれかもしれない、友達なんかでお願いできそうな人いないかなみたいな、まずは友達からお願いしたかったのね。でもマジで聞いたのはアビが初めてなの。だから本当にアビがいいなと思って、そう、の受け答えがすごくちゃんとできるところ英語も喋れるで、海外経験があるってのは大事じゃん、うちのあれで休めなかったらさ。あと今ナンバーワンはこれなんだと思います、皆さん。ギャルだからこれが一番だよね。え、ガチ、それが一番。うん、いっちゃん大事。そうなので、ちょっとこれから動画とかでも私が撮影してる時にこういう感じで仕事してるんですよみたいなのをなんかね、一緒に見たりとかやったりとかすると思うので、これから多分ちょいちょい出てくると思うので、日本帰ってきてる時は皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、ちょっと無印こっちで合ってる、合ってるよ。オッケー、じゃあ買い物していこうと思います。このサングラスあれなの、今日この後ピーリング行くからちょっとかけてます。すっぴん隠しです。こんな感じで無印行ってきたんですけど、予想より買いすぎちゃってちょっとバット入ってますなんかさ、1万円って言ってたじゃん、なのにさ1万4000円ぐらい買っちゃって、ちょっとバット入ってるよね。まあ、なんか優しい言葉かけてよ、それだけもあり。次から好き。いや、そのさ、下手くそすぎない、マジで。そんな感じで、なんかね、さっきあの無印でちょアビと普通に話しながらさ、行くじゃん、面白い話になって、ちょっと動画でもしたいなって思って話すね、今からアビとのまず出会いが、私たちハワイで出会ってて、ハワイでそれこそケントというかムキムキのマッチョ、そうケントがなんかパーティーやるよって言って連れてってくれたところにアビがいて、まあ、それでなんかこういろいろあってて、別に何もないんだけど、それで仲良くなってみたいな感じで、で元は4年間だっけ、LA は。LA は3年ぐらい。3年いて、その後 OPT っていうなんか大学を卒業した後にアメリカで働けるやつがあって、それでハワイに来たんだよ。そうなの、引っ越した。で私の中でそのハワイ LA 両方住んでる人ってマジで少ないけど、その
で、数少ない一人になるわけだもんね。すげー、一緒や一緒共通の話題がガチで音だよ。で、それでさっきアビがなんかアメリカあるあるみたいな話さっきしてて、アビが明日からお家出てけとかよくあるじゃんって言われて、いやよくないよって思って待ってみたいな、そんな私なかったんだけどって思って、ちょっとさ面白そうだからさ今聞いて、みんなにねシェアハッピーハッピーじゃない、ハッピーではないけど、え、でも聞きたいんだけど、まあ、いいよいいよ。どういう感じだったの？なんかアメリカのさ学校ってさ、うん、セメスター制じゃん。セメスター制だね。そう、そんでとりあえずそのお家の主さん、うん、持ち主さん、オーナーさん、家主って家主じゃない、オーナーさんって家主わかんない、家主です、オーナーさんでいいんじゃないかそう、お家のオーナーさんは、うん、なんかね半年間住める人を探してたらしい。はい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 、そう、うん、っていうのがなんかビビナビってあるじゃん。ある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 、ビビナビね、書いた、うん、なんか条件みたいな感じで書いた、うん、で、うん、半年間住める人を探してるってこう書いてあったんだけど、はいはいはい、実際ね、まあ、気になったから行ったわけさ、うんうんうん、そのお家にさ行ったのね。でそしたらなんか普通にいい人だったオーナーさんも、めちゃめちゃいい人で、うん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 、でアメリカ人じゃなかったんだよね。あ、そうなんだ。何人だったかな覚えてない、アジア人、アジア系の人だった。うん、1セメスターって大体4ヶ月ぐらい、うん、そうだね、4ヶ月ぐらい、ね、そうそうそう、うん、で私はそのセメスターの区切りぴったりで出たかったわけよ。ああ、そうだから半年入れないって言ったの。そうだよね。じゃあまあ4ヶ月ぐらいは入れるけど半年は入れないみたいな。半年入れないって言ったのね。で、まあ、だって夏休みとか冬休みって結構アメリカ留学してる子ってこっちに日本に帰ってくるから、そうなんだよ。その分の空家賃払いたくないよっていうことだよね。そう、だから1学期で出たかったから、うん、それを言ったのね、うん、だからあ全然 OK って言ったの。1セメスターで出たいんだけど OK って聞いたら全然 OK、 あーめっちゃいい、もう全然明日から住めるよ。すげえ、すごいいい人だったのよ。だからそう、すごいいい人で、落ち込えなすごいいい人で、話もね、うん、なんかすごいなんか盛り上げてくれて、盛り上げてくれて向こうも住んでほしいから、まあそりゃそうだよね。まあ愛想よくはするよ、ね、そりゃそうだ、そりゃそうだ。そうで、じゃあ住みますってなって、うんうん、でね、そこで私やったなって思ったのが、うん、ちゃんとさ、契約しなかったもん。そう、コントラクトがなかったってこと？なかったの。わー、やってんな、それは。だから、うん、本当に言った、言ってない争いになっちゃったのね、結局。なるほどね。で、私がワンセメスター終わって出ますよってなった時に、え、あなた半年間いるっていうので言ったよねってなって、いやいやいや、そっちも言ったよねってなって。あー、そっか。そうそっか。水かけろになっちゃったのね。そうそうそう。なるほどね。それで、バトっちゃったのね。あらららら。ちょっとバトっちゃって、うんうん、で、結局、喧嘩しちゃったの。あら、喧嘩しちゃったの？ガチで。もう明日から住めない。あなたって言ってきて、喧嘩した後に、喧嘩したからもう住めないって言われた、うん、そうそうそう、やばくね。え、それでその時点で住んでどんぐらいだったの？4ヶ月ぴったり。あ、じゃあ4ヶ月ぴったで、うん、あ、じゃあもうあなた明日から住めないです。でもその時まだそのお家が必要だったの？もちろんまだそう、日本帰る予定はあったんだけど、うん、夏休みね、はいはいはい、帰る予定はあったんだけど、うん、まだその日まではさ、まあ、普通にだって屋根欲しいし、ベッドにも、ね、寝たいもんね。そうだよね。だから本当に紙で書面ではい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 、はい、やんなきゃダメなんだなっていう風に学んだ。そこで初めて学んだ。え、その時何歳ぐらいだった？20歳はね、分かんないよまだ。そういうのがね、初めてのホームステイだ。ホームステイってかな、自分でレンタルして。そうだよね、ホームステイが最初多いもんね。そうそうそう、でホームステイでアメリカ慣れてきたら結構みんなやっぱ独り立ちする子多いからっていうことだよね。そういうこと、そういうこと。大変だったね。初めてのそれで、うわ、書面の大事さってこういうことなんだなって思って、そうだな、めっちゃ悔しかった。うわ、そういうことか。そうそうそう、ね、20歳でそれ気づけるとすげーよって。ホームレスみたいなしたから。え、待って、どうだったの？その気になる。その後はめっちゃ優しい友達がね、いたから、うん、友達の家に数週間、2週間とか1週間だけ泊めてもらってみたいな感じで、うんうん、その後日本帰ったの？あの、日本帰った。じゃあちょうどその1週間、2週間だけ。そう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 。いや、まだ良かったね。まだ良かった。まだ良かった。1、2だったらなんとかなるじゃん。うんうん、好きだったらもうどうしようもないじゃん。弱ってたの。アメリカでホームレスやばい、ガチでやばい。そしたらアビに YouTuber になってほしかった。アメリカでホームレスしてる女みたいな、ホームレス1日目みたいなさ、最近流行ってるじゃん TikTok でさ、留学1日目みたいな。アメリカでホームレス1日目って絶対勝てるから。インパクトで言ったらもう勝てるやついないから。え、それ1位、ダントツ1位。やってほしかったな、それ。結構アメリカそういうの本当に多いから。多いよね。多い多い。口約束はね、絶対ダメなんだ。そうだね、思った。日本でもダメだもんな、それ。そうだ、ね、日本でも良くないから、絶対みんなその書面をね、うん、仕事の連絡をするとき絶対メールでしなさいって社長に言われてるじゃん、うんうんうん、あの社長というか前の社長ね。そうかも。秘書の仕事やつだからさ、やっぱそのメールだとさ残るね。まあ、でももちろん法的効力がさあるさ、契約書とかにしたのもちろん一番いいんだけど、でも E メールでもちゃんと言ったよって証拠残るから、口は一番ダメだよね。良くなかった。良くないね。学びでした。本当良くないね。そうだよね。そういうことがあって結構揉まれたよね。アメリカの生活がし大変だよね。私もこの動画でアメリカの生活がいかに大変かっていうのを語ってるので、よかったら見てください。そんな感じでちょっと無印。おい、やった。これさ、ガチガチ重すぎる。でねー、やばくない？
やばくない？いや、やばい。めっちゃ買いすぎたの。なんかさ、なんかね、私さ、買ってる最中、行くかなって思ったの。ちゃんと、一番行くかなって思って。うん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 、全然行ったね。だね、余裕だったの。うん、びっくりした、うん。結構早い段階で行ったよ。行った。あれって思って、休憩の時に、あ、何点かやっぱやめようかなって思ったの。でも店員さんピッピッピッって早いからさ。あ、ちょっと恥ずかしいしね。で、やってるうちに1万4000円ってなって、あちゃーってなっちゃった。はい、まあいいの。でも頑張って日本今回帰ってきてめっちゃ仕事したの、実は私、ね、だからまあお土産とかもあるし、うんうん、でちょっとね、ここカフェだけど結構場所も広くって、うん、多分迷惑はかかんないと思うので、うん、軽くここで購入品紹介しようかなって思ってます。いいと思う、いいと思いますか。いいよいいよいいよ。アビ許す、アビ許す、アビが許してくれるんだったら多分みんなも許してくれると。許す。あ、じゃあやる。じゃあやる。まずは、はい、これお家用のサンダル買いました。これ2個買いました。なんかいるかなって思ったんだけど、この時は多分ね、1万円いかないかもしれないっていう緊張感が正直いらないんだよ。使う使う、あ、使うよね、使うよ、使うよね。ちょっとこの辺置いとこう、うん、もう1個リサイルからどこにしよう。あ、これはめっちゃ欲しいなって思って買ったやつ。トラベル用ね。そう、歯ブラシ。私いつもなんか ラップとかさ、食品のラップとかで適当に包んで持ってそうだったの。やばくない？やばい、ガチやばいじゃん。こんなに旅行行ってんのにさ、ちゃんと持っとこうかなと思ってゲットしました、うんうんうん、これは、なんだっけ、領収書入れが欲しいなって思って大量に溜まってるので、これも買いました。これなの財布がね。そう、エグいことになった。パンパンだったまあ夢もパンパンだからさ。分かった。え、次どうぞ。はいはいはい、はい、次これ綿棒。これアメリカで買えようって話なんですけど、なんか無地の綿棒っておしゃれじゃね。なんとか分かる。まあ質がいいじゃない。あの、やさコットン、私 100%。 あ、そう、 100% コットンだから買いましたやばい、すっごい頭悪い人の喋り方してる。大丈夫そう。ちょっと賢く見せたいからさ、ブランディング的に。あ、そうなんだ。え、そんなブランディングだったの、うん、そうだよ。え、伝わってこない。え、ごめん、全然気づかなかった。嘘、もっとちゃんと見てる。結構ちゃんと見てる、ユナの。あ、ほんと。え、伝わってこない。うん。え、なんで。え、ミス、もうこっちのミス、アビのミス、こっちのミス。じゃあ次いきますね。次はこの、これはアビのね、おすすめで買ったんですけど、うんうんうん、あのシャンプーの時に使うやつだよね。そうそうそう。結構この辺さ、なんか、あ、洗い残しあるなってこと多いと 思ったので、これはね、めっちゃ使うの楽しみです。ビューラ別にどこでも良かったんですけど、今のも汚さすぎるので変えたいなって思って買いましたマジで汚いんだよ、リングの。恥ずかしいぐらい、絶対見せないと。見せたやだ、嫌って言ってるじゃん。何そういうこと言うの。はい、お茶系です。お茶系、これ美味しそうだったから買いました。そうだよ、別にさ、なんか食品系の紹介するときいつも言うんだけどさ、美味しそう以外の理由で買わないじゃん。名前がでもずるいよね。え、わかる。このさ、白桃&グリーンティーってさ、うんうんうん、そそられるかない。え、何みたいな。本当に思ってないアメリカじゃなさそうじゃん。なんて、アメリカになさそう。アメリカないと思う、これ。昔あったのにね、LA にね。あーね、サンタモニカの方にね、あった。これ見たらわかると思うんですけど、もう、あの、このパスタ系は、まあ、しょうちゃん用ですね。しょうちゃん用にたくさんパスタ系買ったの。ドライトマトとアンチョビのペペロンチーノ。あれ待って、そんなにしょうちゃん用に買ってないわ。あとナポリタンとか、すごいね。こういう食品系も結構買いました。でも規制とかあるからね、だからちょっと気をつけながら買ったんですけど、うんうんうん、もし、あの、あれこれアメリカに持ってけねえなって思ったら、自分で食べます。はい、今のうちに食べちゃいます。そう、なんかお肉系ダメらしいんだよね、うんうん、でもたまになんか間違えて持って帰っちゃったりする時あるから、キジタはやべえってなるんだけど、 できるだけあんましたくないんで、もし、あ、やべえって思ったら、こっちの友達にあげるか自分で食べちゃいます。これ楽しみなの、玉ねぎのオニオンスープ。美味しそうじゃない、シンプルに。これはね、ディフューザーみたいなのやつ欲しくて。いい匂いだよね、めっちゃ。これめっちゃいい匂いだった。このディフューザーを買いました。これは、私は何味だっけ。味フローラルじゃない、フローラル、こう、フローラル、フローラルのやつ買いました。花味、ロー、花味、花味だこれは多分なんかローズとかそっち系の匂い、うんうん、結構ね、私バラの香り好きなんですよ。バラなんかトイレっぽくなくてよかったよね、うん、そうだね、間違いない。色んなとこ置けるかなと思って置きました。まあなんかバラ色みたいな女だからさ、やっぱバラいいよなって思って、え、共感してほしいな。え、マネージャーになるんだよね、うちのアンチ、もしかしてアンチ側の人。怖ない、え、めっちゃ怖ないじゃなくない。どうしてよ、ちゃんとさ、じゃあアンチ側の人間だったら怖ないじゃないで。え、アンチコメント、昨日のアンチコメントあったあれ。え、めっちゃ下品って来てたんだけど、昨日ショート動画にバレた。え、アビかいもしかして。お前か。え、マネージャーになるんだよね。あ、だってくれない。でも、あっち最悪なんだけど。で、次がこれ、リップオイル。これは東京の時に、あのファン見した時に、あの視聴者さんがくれて、めっちゃいいなと思って、ちょっとなんか色は違うんですけど、もらったやつとこれを買ってみました。で、あとはこれ化粧品入れ、あのメイクのブラシとか。ブラシ、そう、私結構ね、汚くあの管理してるんで、ちょっとその辺もお見せできないぐらい汚いの。そうだね、そうだねって言ったやっぱアンチだな、絶対絶対アンチだ。受注把握アンチだね。待ってさ、もう絶対マネージャーになってほしくないんだけど、だとしたらマジで食品系が本当に多いんだけど。あ、次、わかめスープ。
スも買いました。美味しそうじゃない？わかめスープ。で、スープ系めっちゃ好きなんよ。うん、うん、覚えといてね。メモしとって分かった。メモしとって別に理由はないんだ。別に理由はないんだけど、覚えといてほしいなと思って。覚えててくれる？分かった。みんなも覚えといて。私スープ系好きなの何回言うのこれは今食べようと思った宇治抹茶の何だっけ、バウム。バウム買いました。これアビが美味しいって言ってた。無印のバウムね、全部美味しい。美味しいよね。全部美味しい。いいの？これもうん。ありがとう。これアビ用に買ったやつ。ありがとう。食べよう。食べる。食べる？でもこれもやっぱこういうご飯系、ご飯の素系すっごいいいよね。うん、アメリカでさ、こういうの作るとなると結構大変だから、ね、だしこういうさ素あった方が絶対作りやすいじゃん。私今結構なんか作る時ってもう自分でなんか調味料とかやってるから、なんかたまに分量見せる時あってでちょっとムズの力頼ろうかなと思ってこれを買わせていただきました。まあね、お魚系ってやっぱいいよね。魚好きなんで。私あと米系がやっぱ本当に好きなので、ちょっとね米系で買わせていただきました。あ、これね、ちょっと今包んでるからちょっと見えないんですけど、これあの歯ブラシ容器ですね。うん、はい、これいいよね。いい。今なんか適当に瓶に刺してるからさ、ちょっと瓶の底がさ汚れるの分かる。 あれめっちゃ嫌だなって思って。でしかもアメリカやっぱこういう画期的なミニアイテムってあんまりない、うん、ないよね。ないね。ない。結構さ大雑把なものが多いじゃん、うんうん、私なんかさアメリカのさあのさコンテナストアみたいなのあるじゃん、うん、LA のさ何だっけ、センチュリー行く？あんまり行かないか。センチュリー何？センチュリーシティだっけ。センチュリーシティ。分かる分かる分かる。あそこにさ、うん、なんかさコンテナストアみたいなのあるよね、うんうんうん、であそこに結構生活便利系グッズがあって、うん、なんかアボカドスライサーがあったの。いいじゃん。めっちゃいいと思って買ったの、うん、全然使えない。なんで？やばい、マジでスライスできないの。スライスできない。誰これ設計したやつって思って。マジで？そう、多いんだよねアメリカ。そういうなんか便利系グッズってさなんか歌ってるくせに、うん、全然使えないみたいな、うん、だから技術力で言ったらやっぱ日本すげえなって思う。日本ダイソーとか最強じゃない？すごいマジで本当にすごい。本当やっぱだから日本帰ってきてなんか私みたいに一時帰国してる人とかこういう便利グッズ求めて結構無地行くんじゃないかなって。あとやっぱさ外国人に人気じゃん無地って。よかったね。超いいよね。なんかやっぱこういう便利系グッズって他の国でなかなかないと思うから。安いしね。それな、間違いなく丈夫だし。そうだから、あ、これもそうだよね。そうそうそう。これもアビがすごいいいって、うん、調理スプーン490円、うん、490円ってやばいよ。やばいよ。これが調理スプーン以外にもさ視力検査やで視力検査に使えない確かに使いどころいっぱいある。そう、いっぱいある、いっぱいあるとかね。そうだよね。あとちょっとここ乳首隠したいとか隠してごめんなさい、やめます。多いぐらいだもんね。なんて何つった、今なんて十分に隠せるもんね、これだと。え、何が言いたい私の恐竜さんって隠してきれる隠してきれるのはないかも。あ、すいません。やっぱアンチどっちかって言うと次がタケノコご飯。これもさっきと同じで、まあ、ご飯系はやっぱ買いたいなと思ってご飯系をねちょっと買いました。あ、これもちょっとアビのおすすめで買ったんですけど、靴下買いました。無地の靴下いいの？めっちゃいいらしい。なんかねこれしかも滑り止めついてる。そうそうそう。これさびっくりすると思うけど結構アメリカの靴下系って滑り止めついてないから、こういう靴下履くと半分ぐらいもだら半分しか履いてないの今日。そうそう、ね、そう見せてくれたよね。そう見せた、ごめんなさい。そうまずねその最初 その半分しか隠せないからマジで日本で買いたいなと思って無印で買いました。 あとこれだ、これタイプかな、アサリ山菜って読む、これ山菜ご飯。山菜ご飯を買いました。これもマジでご飯系結構買いました今回は。すごい楽しみだなと思うし、もうこんだけインスタント系のご飯を買ったら多分今回お留守番してるチャソも喜ぶかなと思って。そうそうなの、チャソの感じ教えたもん。チャソ感じあるからね。チャソの感じどうぞ。なんだっけ、茶、そう麦茶の茶に。はい、しまって。あ、分かった、ごめんなさい。片付けます、ちゃんと。すいません。はい、ほんとすいません。え、でも本人喜んでたよ。あ、ほんとに。ちゃんとってこういう感じなんだ。可愛くない？純粋なんだね。うん、そう。うん、そうだよ、そうだよ。いい子じゃん。うん、いい子じゃん。いい子じゃん。いい子じゃん。上から上からなの、めっちゃじわるな、面白いな。会えるの楽しみにしてるわ。え、そうなの、なんかね、多分次、日本に来るのが8月ぐらいにまた来たいねって。それこそひなことかが多分来るから、アビもさ、私の多分マネージャー、まあ8、9ぐらいにはちょっとスタートしたいなと思ってるから、ちょっとひなこもぜひ会いたいって言ってて。だって私の、だって結構一緒に仕事するってことか、うんうん、そう。あ、だってね、エコ大先生も会いたい。会わなきゃ、会わなきゃだよね。会わなきゃだよ。そう、え、多分ひなこが最終面接とかじゃない人事、そう、人事、ロコイオンカンパニーの人事。そうだね。そう、私はもう9割ぐらい、もう私が破産しない限りはアビにお願いしたいなって思ってるんだけど、あの、最終的にはちょっとエコ大先生に、はい、決めてもらうから。そうそうそう。
ていう感じになってます。いや、多分アビには本当にお願いすると思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。アビよろしくね、これから本当にありがとうございます。ちょっとアビをちゃんとやっぱね、そのそれなりのお給料でさ、ね、もし働いてくれるんだったらちゃんとお支払いしたいので、ちょっとここ3ヶ月頑張ってお金稼ぎます。よっしゃよっしゃ。と、まあ、その雇うっていう話を YouTube でするのも初めてだし、私も人生初めての経験なんだけど、なんでしたいかって思ったかっていうと、やっぱりその一人だと YouTube だけでいっぱいいっぱいになっちゃって、でこれからの夢、じゃあ自分でブランドを立ち上げたいとか、なんかこう何かしたいってなった時に、どうしても一人じゃ限界があるんですよ。なのでやっぱりその誰かの手を借りてさ、もっとこう馬力を増やして、なんかいろんなことを多分展開していきたいなっていう思いがあったので、ちょっとアビにね、はい、もう本当にこんなにもう私お願いしたいと思ってきた、本当に、嬉しい、これ本当に本当に、ありがとう。アンチとか言ってごめんねめっちゃ、あとはやっぱりね、そのギャルなところとか、もう純平もアビのこと大好きだから、本当に、そう、今日も、あ、そう、聞いております。昨日も純平と一緒にいたんですけど、もうすごい純平が、明日アビちゃんと会うのアビちゃんと会うの、ちょっとかわいいですって言っといてみたいなっていうのを昨日震えた声で言ってたから、酔っ払いながら、はい、なのですごい、はい、っていう感じになっております。今回はですね、無印でこうやって爆買いしましたよっていう感じの動画になりました。はい、まだちょっとで多分日本の動画続くと思うので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。あの、そんな感じでですね、本日の動画をこの辺でおしまいにしようと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。